こんにちは、マギシです。今日は動物園のドイツ語会話をやりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。イエーイ。この動物の名前知ってますか？ドイツ語だと女性の方はですね、ダスレーって言います。ダスレー。 Dieses Reh ist gerade am relaxen. Dieses Reh ist gerade am relaxen. Das Reh。 これね、男性だとまたこうね、言い方は違うけど、女性だとダスレーです。で、スペルはEIHA das RE。 みんながこうね、ドイツの R の発音が難しいって言ってたんでしょ。これはね、あの R の発音から始まる動物の名前です。 das RE。 おー、da ist noch ein RE。 で、女性はそうで、男性はどうでしょう。男性は立派な男性の方の名前は何でしょう。知ってる人誰かいますか？ Das ist ein Hirsch。 男性と女性はね、あの頭になんかつくとね違うんだけど、ドイツ語は Er Hirsch って言います。あ、もう男性の方がいます。すごいかっこいい。 Der Hirsch。Das ist der Hirsch。 皆さん振り返していきましょう。 Der Hirsch。 みんなちゃんと覚えてますか？ Das ist ein Hirsch。 Der Hirsch。 かっこいい、かっこいい、ね、こうやってね、あのドイツもね、あの森の中にはたくさん住んでます、 Hirsch。でも日本みたいに道の中であんまり歩いたりしないんですよ。だからドイツの鹿はですね、すごい恥ずかしくってみんな隠れてるんだけど、日本の鹿はですね、すごいんですよ。みんななんか人大好き、ずっと人の下についてきたりするので、不思議なぐらいに。でもドイツのヒエシはすごい恥ずかしいのです。Die Hirsche in Deutschland sind sehr, sehr schüchtern. Die Hirsche in Japan sind alle sehr, sehr nett und freundlich. 繰り返していきましょう。 Der Hirsch. Der Hirsch. Ja, kawaii.ドイツ語ではですね、バンビー、バンビー、バンビーに鳴く声が、どうして鳴いてるでしょう。あ、欲しいものでもあるのかな。バンビー、みんなどうですか？バンビーっていう映画を見たことありますか？やっぱな、怖いな。バンビーちゃん、バンビー、コメントの中でバンビー見たかどうか、ぜひコメントで教えてきてくださいね。お、逃げる。最後までみんな見てくれてありがとうございます。チャンネル登録者、あとコメントもどうぞよろしくお願いします。みなさんどうですか？こんな動物好きですか？ムッキーやヒヨシ、よかったらコメントで教えてきてください。 Bis zum nächsten Mal. Tschüss.